<laughs> でね、ミサトさんそろそろ死ぬかなと。いや、なんでかっていうと、庵野秀明の作撃法っていうのは、ナディアとか、あの、テレビ番見てもわかる通り、徐々にキャラを減らしていくんですね。だから、減らしていくので、もうそろそろ役割が終わって、死ぬのがミサトさんかなっていうような気がします。でね、あとね、あの、メガネのあの、マリって女の子、あれがね、多分、実はって話を延々しますね。 これはもう崖っぷちのあの二時間サスペリーのラストシーンみたいな形で実話話をいっぱいしてくれそうです。あの、シンジが赤ちゃんの時の写真に映り込んだりしてますよね。あと、ゲンドウのことをゲンドウ君とかって言ってるから、あれは多分ゲンドウの元カノででしてね。あのー、<laughs> ちゃんとですね、ゆいと玄度の取り合いをしたと思いますで。その結果冬月の方に流れていたんではないかと。もうここも、あの、いわゆるドロドロのドラマですからね。<laughs> エヴァに乗らない設定はこうやって使う、年取らない設定はこうやって使うんだっていうやつで。で、まあ最後の方どうするのかないろんな世界多言宇ちをさまよう、しんちゃんの話なのかなひかの話になるのかなだから、綾波レイがちゃんとエヴァ2のラストで助かった世界もいれば、ゆいがまだ生きてる世界もいる、あるっていうや,やり方もあると思うんですけども、あの、落としどころはね、もうデビルマンぐらいしかないだろうなと思うんですよ。長い後のデビルマンで、ラストは、 え、アスカリョウという自分の親友がデーモン一族を率いてこう襲ってくるわけですね。で、それに対する打天使あ、あの、堕天使アスカリョウがサタンとして襲ってくるんですけども、デビルマン軍団を率いる不動明ってやつなんですけど、どっちがアス打点子でどっちがデビルマンかはちょっとわかんないですね。ゲンド道の方がデビルマンかもわかんないし、うん、アスカリョウってお父さんがデーモン一族を発見して、 恐怖のの遺産を受け取ったのが飛鳥という設定なんですよ。それから考えると、えー、っと、碇信二の方が、あの、明日香亮かもしれない、いろいろストーリーはあると思うんですけども、多分絵としてはですね、もう最後、あの、人類の終わりの波打ち際みたいなやつで、あの、漫画版のデビルマン見た人思い出してくださいね。えー、上半身だけでちぎれちゃった不動明が寝転んでいて、明日香亮が、えー、すまんかったみたいなしみじみ話をして、 えー、そしたらなんか、大宇宙から神がついにやってくるみたいな話なんですけど、そのあたりでエヴァ4終わりかなと思って、5に続くですね。多分エヴァ12まで行きますから、<laughs> こんなね、終わらせる必要がないし、なんでしょうね。なんだろう、やればやるほど、やりたいシーンっていうのは出てくるから、シーン優先で、あとはドロドロなので、あの、5まで行くんじゃないかなと僕は思ってます。はい。 えー、というわけで、エヴァンゲリオン、岡 <laughs> 田図書が考えたエヴァンゲリオンの読み方ですね。エヴァンゲリオンは、えー、ドロドロの昼メロだと思うと、わかりやすいよ、楽しいよ。で、えー、設定とかの謎ではなくて、人間関係で考えてみたら、ドラマっていうのはよくつかみやすくなるよって話でした。気をつけ、礼。ありがとうございました。